それではですね、改めまして、どれだっけ？荒川さんでしたっけ？すみません。あ、はい、まあ、はい、旧お願姓いなしのまで、す。今、大神なんですけど、あ、大神さん、すみません。はい。よろしくお願いでしは、ます。画面共有します。音声共有。今、画面見えてますでしょうはか。い、大丈夫です。はい。ちょっと邪魔なものをどけます。よいしょ。お。では、それでは始めてもいいであ、すよろかしくおね。願いします。10は分い。使って大丈夫なんで、よろあ、しくおは願いい、しまわかす。りました。はい。では、それでは、せっかくなんで起動するところからちょっとお見せしたいなと思います。よいしょ。はい。今日はですね、最初の方だけですけど、セガサターン実機で動くプログラムで、発表したいなと思います。はい。で、これはですね、今ちょうどセガサターンの、実機の映像出力をパソコンに取り込んで表示しているところで、まさに実機で動かしてお見せしているっていうところです。セガサターンマシン語プログラミングの紹介というタイトルで発表します。よろしくお願いします。まず自己紹介なんですけど、大神優馬と申します。グループウェアメーカーのインフラエンジニアをやってまして、趣味が自作 OS なんですけど、セガサターンのこれはまだ OS って呼べるほどではないんですが、ゲームボーイ向けに OS を作ってまして、ちょっと映像の入力を今、スーパーファミコンに切り替えます。ちょっとそれをお見せしますんで。ですね、今、スーパーファミコン上で、よいしょ、スーパーゲームボーイっていうのを使って、自作のゲームボーイソフトを動かしてます。で、これが今、私の OS が動いているところですね。で、ファイルシステムを持ってまして、こういうテキストを見ることができたり、あと画像ファイルを見ることができたりですね。これ私の OS、Amd っていうんですけど、はい。で、あと、実行ファイル、独自の実行ファイル形式を持ってまして、それをこうやって実行できます。これ、ライフゲームって簡単なゲームですけど、はい。あと、バイナリーエディターを持ってまして、こうやって実行バイナリーとかですね、を、バイナリーで16進ダンプ上で、こうやって編集できます。なんで、まあ、実行バイナリーをいじれるということで、まあ、この上で、マシン語のプログラミングができるということでですね、ちょっとこれ、私のブラウザ画面に切り替えるんですけど、よいしょ、yuma.ogami.jp っていうのが私のウェブサイトなんですけど、ここにですね、こんな同人誌を出してまして、Amd で8ビットマシン語入門と、まあ、ゲームボーイって8ビットなんで、なんでこの OS 上で、ゲームボーイ上で8ビットのマシン語プログラミングをしてみようっていう本を出してたりします。紙版委託してますんで、もし興味があれば。あと、この OS 自体もですね、実はカートリッジを委託販売してまして、もし興味があれば、ここら辺のリンク先でカートリッジが買えたりします。で、今日の話はセガサターンなんですけど、まあ、セガサターンもですね、まあ、マシン語プログラミングっていうことをするにあたっては、ハードのことを知らなくちゃいけないので、なんで最近は Yabouse っていうサターンのエミュレーターのソースコードを読んだりしてます。で、読んで、サターンがどんなハードだったのかを知るっていう、こんな本も出してたりしますんで、もし興味があれば見てみてください。はい。では、セガサターンの画面に戻ります。よいしょ。よいしょ。よいしょ。してですね。よいしょ。まあ、ちょっと行き過ぎた。はい。で、セガサターンなんですけど、これは1994年に発売されたセガの据え置き型としては6番目のゲームハードでした。で、太陽系第6惑星土星になぞらえてですね、サターンと名付け、コードネームとして名付けられていて、それから結局正式な名称になってセガサターンとなりました。で、セガの据え置き型のゲームハードとしては初めてポリゴンを描画できるというハードでした。同世代はプレイステーションとか任天堂64ですね。で、今日の話はですね、こういうスライドショーとかのプログラムを、マシン語でプログラミングしてるんですけど、それをどういうふうにやってるのかっていうのをちょっとお話ししてみたいなと思います。まあ、とはいえ、このスライドショーのプログラムを紹介するのはちょっとしんどいので、最も簡単なですね、無限ループだけのプログラムっていうのを例に紹介してみます。ということで、またブラウザの画面に戻るんですけど、よいしょ、ここが私の作業場所で、ちっちゃいプログラムをいくつか作っていろいろ実験したりしてるんですけど、011アンスコループってやつを今日は紹介します。で、この中をちょっとお話ししていくんですけど、
まずこの ISO9660.sh ってやつですね。セガサターンってゲームのメディアはディスクなんですけど、そのディスクの中に、まあ、音声は音声トラックに記録されてたりするんですけど、データは主にまあ ISO9660 っていうファイルシステムで記録されてます。で、このシェルスクリプトはですね、そのセガサターンのヘッダーをつけた ISO9660 のファイルシステムイメージを標準出力に吐き出すっていうシェルスクリプトです。で、このバイナリファイルを引数に渡すことができて、で、この引数を、このバイナリファイルをですね、まあ、格納した ISO イメージを生成するんですけど、このバイナリファイルが RAM にロードされて、そこのロードした場所のセントアドレスにジャンプして、そこから実行が始まるっていう流れです。なので、ここで指定するバイナリファイルに、頭からですね、マシンコ命令を並べておけば、それが順番に実行されるというわけです。はい。で、そのマシンコバイナリを生成しているのが、この main.sh で、これがですね、まあ、SH2 って、セガサターンの CPU は SH2 っていう CPU なんですけど、これが命令帳が2バイト固定帳でリスク CPU なんですね。なので、どの命令も2バイトと。なので、今回ここでは、ね、2つの命令を使ってるんですけど、この相対ジャンプ命令も、ノップ命令も2バイトです。で、まずこの相対ジャンプ命令なんですけど、まあ、無限ループするためには、常にこの相対ジャンプ命令の先頭にジャンプし続ける必要があるわけですね。なんで、マイナス方向にジャンプする必要があるということで、まあ、マイナスっていうのは2の歩数で表すわけですね。で、2の歩数っていうのも、出力する専用のシェルの関数を作ってですね。で、これ、toComp3D ってやつが、common.sh に定義してあるんですけど、これはまあお見せした方が早いんで、ちょっとお見せすると、common.sh をインクルードして、2の歩数を3桁の16進数で出すと。で、デシマルで与えますよということで、2の2の歩数、ちょっとややこしいんですけど、2という数字の2の歩数なんて、要するにマイナス2っていうのは FFE だということで、でこの FFE、オフセットとしては FFE のところにジャンプするとマイナス2。で、この SH2 レルジャンプ自体の定義はどうなっているのかというと、こういうマシンコ命令とかを生成するそのシェル関数は、sh2.sh に定義されしてまして、それがまあこういうふうになってるんですけど、NOP とか見てもらうと分かる通り、要するにエコーでバイナリを吐いてるわけですね。で、まあこういうふうにバイナリを吐いてると。で、こっちもなんかいろいろやってるんですけど、要するにエコーでバイナリを吐いてると。なんで、まあこれもちょっと動かした方が分かりやすいんで、ちょっとそれでお見せすると、これをインクルードして、sh2 の L ジャンプで FFE で与えると。これ標準出力にバイナリを吐くんで、ヘックスダンプで受けると AFFE だということで、SH2 の無条件の相対ジャンプ命令は、この A を先頭4ビットに渡して、下位12ビットにオフセットを与えるといいんだなっていうのがまあ分かります。はい。で、NOP 命令は 0x0009 だと。で、なんでこれ NOP 命令を後ろに1個置いてるのかというとですね、SH2 の分岐命令っていうのは遅延分岐命令といって、次の命令を1個実行してから分岐するっていう振る舞いをするんですね。なので、まあ、1個 NOP を置いています。では、これをちょっと実行してみます。ソースの main.sh を 0.bin とかに出して、これを見てみると、まあ、AFFE の0009っていう4バイトのバイナリですね。で、これを、ISO9660 で、これに渡して test.iso とかを出力して、で、これをエミュレーターでですね、実行すると、よいしょ。まあ、画面には何も出ないんですけど、デバッカーで見ると、ちょっと文字ちっちゃいんで言葉で言いますが、ここは 0x0600400 っていうところに、ブランチで、まあ、同じ場所に 0x0600400 にジャンプする命令が書いてあります。なので、まあ、要するに、この 0x0600400 っていうのがエントリーポイントなんですけど、そこに、まあ、そこにジャンプする無条件の無限ループがここに書かれてるっていうわけですね。で、直後にちゃんと NOP 命令もあるので、まあ、今実行したやつが、ちゃんとロードして実行されてるんだなって、今実行したやつっていうか、今作ったやつがロードされて実行されてるんだなっていうのがわかります。はい。残り1分です。あ、はい、ありがとうございます。で、まあ、こんな感じで作ってますというお話でした。で、まあ、
この無限ループはこんなもんなんですけど、他のもうちょっと数が進んだプログラムではですね、たくさんなんか命令とかも増えたりして、よいしょ。こんな感じですね。まあ、たくさんあるなと。なんで、まあ、つどつど使いたい命令が出てきたら、それを追加して、で、まあ方針としては、まあ、マシンコ命令を並べて、このバイナリを、作っていくというような感じでプログラミングしています。はい。まあ、というお話でした。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。いやまあなんかずっとこうセガサターンの方って感じをしてたんですけど、やっぱもう例に漏れず、かなりこうなんかコミットというか、その GitHub もサンプルが充実してて、なんか見てて面白かったです。いやなんか本もゆっくり読みたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあすいません。ちょっと時間があれなので次に進んでいこうかなと思います。次は、よいしょ。そうくんですね。そうくん、お願いします。はい。はい。かな？よし。見えてますか？あ、大丈夫です。はい。では、自作言語のすべということで始めていきたいと思います。まずは自己紹介から。会津大学学部1年のソーセブン、ソーコーキーです。Twitter、@ソーセブン、アンダーバー、アンダーバー、アンダーバーです。横の QR コードから読み取れます。まあ、そんなことよりも、もうこのカワウソちゃん可愛くないですか？可愛くないですか？もうこれを抱きかかえながら今回発表したいと思います。で、自作まゆまるといえば、なんか自作 PC とか自作 OS とかいろんな人がやってるんですけど、まあ、自作言語も外せないだろうということで、今回はこの自作言語について話していきたいと思います。言語の処理器を作るには大まかに、インタープリタとかトランスパイラとかコンパイラのどれかを作ることになるんですが、でまあ、今回、簡単に作るために、インタープリタを実装しました。で、そのインタープリタについて話していきます。インタープリタはおおむね次の3段階の処理に分かれてて、1つ目は軸解析といって、ソースコードの文字列をトークンっていうものの列に切り分けていく処理で、その後、構文解析というもので、そのトークンの列を非構造の抽象構文儀というものに解釈して、最後にそれを評価していくっていう流れになっています。余談なんですが、実行速度が重要なインタープリター、例えば Ruby とか Node.js とかたくさん使われているようなものでは、なんかこの後に何段階も用意して、高速に処理ができるようにしてたりします。で、さっき説明を飛ばしたトークンとは何ぞやということなんですが、トークンとは一言で言えば、コード上で意味を持つ最小単位の文字の並びです。まあ、こんな、具体例として、具体的には、予約語、C 言語で言う if とか const とか、そういうものですね。ちなみに今回作った洋館言語には予約語はなくて、まあ、予約語はありません。次には、リテラルというもので、まあ、皆さんご存知だと思うんですけれど、123は数字のリテラルとか、これは文字列のリテラルですね。そういうプログラム上の数値や文字列です。で、次に識別子です。関数名とか変数名とか、まあ、プログラム上で自由に名前を付けられるものが識別子として扱います。で、その次に演算子、まあ、イコールイコールとか、大なり小なりとか、まあ、四則演算とか。で、あとはカッコとかデミリタと呼ばれるものっていうものでできています。で、次に抽象構文儀とは何ぞやというものなんですが、抽象構文儀とはコードの構造を非構造で表したもので、まあ、今回 Go 言語で作っているんですが、Go の構造体組み合わせ時、表現しました。まあ、これも具体例で、1たす 2×3 みたいなもの、コードがあったとしたら、それを軸解析によって、1とプラス 2×3 みたいなトークンの列に切り分けて、これをさらに構文解析で、まあ、これはなんか疑似コードというかあれなんですけれど、まあ、足し算と掛け算がこういうふうな、入れ構造になっているみたいな抽象構文儀として表しています。で、軸解析の説明ですね。軸解析とはソース構造の文字列から解くのに、まあ、これありまして、洋館言語ではその文字とその次の文字を見ることでトークンを区別できるようになっています。まあ、これはイコールとイコールイコールの関係を考えてみるとすごい分かりやすいかなと思います。大抵の言語ではコメントはこの段階で除去されます。まあ、実装は そこまで難しくないです。大変なのはこの次の構文解析ですね。で、構文解析なんですが、
構文解析とは、まあ、抽象構文に変換する処理なんですけれど、まあ、いくつもアルゴリズムが、ありまして、今回は、その中から再帰国構文解析っていう、まあ、比較的素朴な方法を使いました。ちなみに、もっと複雑で早い構文解析のアルゴリズムもあるんですけれど、まあ、そのコードって結構複雑になって人には書けないために、ソースコードを生成するコンパイラーっていうパーサージェネレーターとかコンパイラーを作るのでコンパイラーみたいなちょっと変な名前のものを使ったりすることもあります。で、再帰国構文解析っていうものが、なんだろう、再帰でもなんかちょっと難しい相互再帰っていうものを使って、構成される構文解析のアルゴリズムで、このアルゴリズムなんですが、アルゴリズムを構成する関数と、解析する言語の文法が1対1に対応するっていう、まあ、性質があって、すごい 手でも書きやすいようなアルゴリズムになっています。この解析する言語の文法なんですが、今回、なんだろう、説明はしないのですが、バッカス・ナウア記法という BNF 記法みたいなこと、BNF みたいないうふうに、書かれることがあるんですけれど、そういうもので表された文法と1対1で対応するということですね。BNF が分かると、すごい、なんだろう、分かりやすいっていうふうに、分かりやすいものになります。で、再帰国構文解析なんですが、Wikipedia の記事より、こんな疑似コードが載ってまして、すごいシンプルな、コードで書けるようになってます。まあ、ちなみにですが、よく考えたらもうちょっとごちゃごちゃした処理が書かれています。こんなふうに書けちゃうんで、手書きでも全然カリカリ書けます。構文儀を使った評価についてなんですが、インタープリターのでは、プログラムを実行することを評価するということがあります。要管理言語では、構文解析で得られた構文儀を使って直接評価しています。これは実際の要管理言語での、内部のコードなんですけれど、まあ、最初に型チェックをして、型エラーが出たら、型エラーを返して、内部の整数を取得して、マイナスを適用するっていう、まあ、ただこれだけの種類なんですけど、これを組み合わせて言語が作れます。で、要管言語の推しポイントですね。要管言語では無名関数をこういう、まあ、括弧と波括弧のすごいシンプルな構文で表せるようにしているので、if をもうこういう関数で、再現できちゃうんですね。if 関数です。if 式とか if 文とかは結構あるんですけど、if 関数を使ってる言語っていうのはなかなかないんじゃないですかね。で、要管言語はこちらです。プリリクエスト歓迎しています。GitHub の、リポジトリのページに飛びます。で、そんな要管言語で FizzBuzz を実装してみたということで、ちょっと長いですが、こんなコードで FizzBuzz が書けます。ちなみに、実際動かすときには改行がうまく読み込めないので、動かすには改行を取り除く必要があるんですが、まあ、実際の要管言語のインタープリタで遊んでみましょう。見えるかな？123とかやると123が返ってきたり、str も、まあ、文字列リテラルもそのまま評価すると戻ってきますね。s34 とか、ちゃんと四則演算もできますし、変数に、値を代入することだってできます。イコールイコールイコール、123とかやると true もきますし、まあ、イコールイコール123、イコールイコール、トゥルーみたいな、こういうちょっと複雑な処理でもちゃんと動きます。で、おっとっとっと。まあ、なんだろうな。フィズワスやっちゃいますか。と、待ちを。GitHub の方に、このコードは乗っかっているので、ぜひ見ていただけるとあるんですが、こういうふうにフィズワスのちゃんと動きます。プログラミングができます。わーい！もう100個まで欲しければ、こういう風にすればたくさん呼び出してます。楽しい。クロージャーとかも、実は実装してあって、A イコール123で、A プラス、まあ、A かける2かな。あっと。こういう風にすると、おっと。呼ぶと246っていう値が返ってきたりとか、まあ、なんだろうな。アットっていう関数を作ってあげると、ちょっと変な形なんですが、こういう風にアット。ちょっと、こういう感じの、関数にしてあげると、
まあ、これは普通に動くんですけれど、プラス1イコール、アット1みたいなことをすると、こういうふうにプラス1してくれる関数が作れたりとか、なんか、あまりここは詳しくないんですよ。まず仮が飛んできそうなんですけど、部分適用とか仮かみたいに言われることもやれたりします。とても楽しいです。うん。それです。これぐらいですかね。これで発表終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。自作言語作って、デモまで、ああ、ありがとうございました。自作言語ね、作ってデモまでっていうことでね、めっちゃすごいです。ありがとうございます。はい、それではですね、次は、三重さんですね、お願いします。よいしょ、あ、そっか、音を出さないと。よいしょ。あ、すみません、三重さん、お願いします。はい。少々お待ちください。あれ、ごめん。こっちのスピーカーかな。よいしょ。あ、聞こえた。すいません。こっちのスピーカーがちょっとオフになってました。あ、少しお待ちください。って言ってましたって言われた。あ、すいません。あ、ちょっと待ってます。すいません。ですか、大丈夫そうですか。なんかもしあれだったら、あの順番前後とかもしますよ。三重さん落ちちゃいましたね。あ、なるほど。多分あ、戻ってきました。ちょっと待ってましょう。了解です。もしもし。はい、すいません、ちょっと今ズームはクラッシュしてしまって。あ、了解です。はい、これで画面映ってますかね。あ、見えてます。はい。ちょっと M1 マークこういうときちょっとあれですね。はい、おー、楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい。ANV8 における VMM についてというなんか感じで話させていただきたいと思います。簡単に自己紹介すると、三重と言います。今、ソフトウェアエンジニアやってるんですけど、今、運営やってるジブリン君は僕の研究室の後輩になるので、ちょっと応援の意味を込めて今日参加しました。で、あと、今までやってきた面白げな話は、FreeBSD の Behive に関する Google サマーブコードをちょっと遊んでたり、RISC-V の、シンプルな CPU 作ってたり、最近だと Bitvisor っていう VMM いじってたりします。で、まず先に今日、このスライドで何をコールにしたいかっていう話をすると、ANV8 っていう命令セットの上で動く VMM が気になったみたいな人が実際に ARM のでっかいマニュアルに行くとしんどいよねっていう話があるので、その前情報として概念とかキーワードをここで拾って、そこに実装だったりドキュメントだったり読んでいくと読みやすいのかなというのを共有できればというところで、それを今日目標にしたいと思っています。で、具体的に何やるかっていうと、ANV8 の仮想化に、ハードウェアに支援される仮想化の機能についての概要の説明と、で、その支援機構を使うには、具体的にどのシステムレジスターをどうすればいいのっていう話をちょっとしたいかなと思っています。で、今回ちょっと取り扱わないのは、ARM のトラストゾーンでいうノンセキュアワールドみたいな話をしないのと、32bit 版の話をしないのと、ANV8 からその後に出た ANV8.123 みたいな拡張の話は、ちょっと扱いません。まあ、8の話がちょっとつかめると、その後は差分なのでいけるかなという気持ちです。で、最初にちょっと概要を説明します。で、ANV8 から仮想化に関するハードウェア支援の命令だったり、システムレジスターだったりが定義されていて、これらを用いることで効率的に動作する VMM が実装することができるということらしいです。で、これらを大きく分けると、CPU の仮想化が必要、CPU の仮想化の機能と、メモリ空間の仮想化の機能と、最後、デバイスと割り込みの仮想化の機能が提供されているので、それらについて一つずつ喋っていこうかなと思っています。はい。で、最初に CPU の仮想化からいくんですけど、そもそもこれ何で必要なのかみたいな話は、ゲストレスは、
VMM 上だと、自分が実行しているものはハードウェア、もしくはそのハードウェアと同じようなものがあるということで動くので、そのままシステムの資源だったり、CPU のものだったりに影響を与えると、その VMM がまともに動かないよねっていう話があって、そういう命令はちゃんと下の VMM でトラップしたりして、エミュレーションしたりして、問題ないようにしてあげる必要がありますと。で、この ARMv8 だと、なんかエクセプションレベルというものが導入されていて、この E0EL はよくあるオペレーティングシステムとユーザーランド、まあ、カーネルとユーザーランド。で、それの外側に EL2 というところで、左のこの青い埋まった字のところなんですけど、このハイパーバイザーの領域が定義されていて、それを使うことによって効率的に実装できます。で、それ実装、エクセプションレベルの話はいいんですけど、それをどうやって具体的に使うのって話は、ハイパーバイザーコンフィギュレーションレジスター EL2 みたいなのが定義されていて、ここを適切に設定した上で有効化して、ELED とかでエクセプションレベルの下位の方の OS だったり、ユーザーなどに飛ぶと、必要な VM がトラップしたい命令だったりを処理することが、ハードウェアでトラップして VM で処理することができます。で、このなんか鬼のようにフラグが重なったレジスターがあるんですけど、で、これらの一つ一つが、そのトラップに、命令のトラップに関するフラグだったり、ネスティッドバーチャライゼーションの有効無効だったり、ハイパーバイザーコールシステムコールどうするかみたいな話だったりがあるので、実際に実装するときは、その詳細見なきゃいけないんですが、まあこういうものがあります。で、正直言うとこれで、とりあえず仮想、CPU は仮想が簡単に作ることができて、で、あと残りの2ついきます。で、メモリの空間の仮想化については、ゲスト OS は自分がハードウェア上に動いている、もしくはハードウェア同等のもの上に動いていると思って実装を実行するので、自分で仮想メモリ空間を持って、物理メモリ空間を扱いますと。でも、その実際のゲストが持っている物理メモリ空間を直接、実際の物理メモリ空間で、ここで一番右の黄色い図の物理メモリ空間の上でマップされてしまうと、他の VMM が動けなかったり、VMM が動けなかったりだとか、オペレーティングシステムとメモリの領域がブッティングしてしまうので、そういうことがないように、1段階、メモリの変換テーブルを使おうという仕組みが、ステージ2トランスレーションというところで提供されています。で、それはこの図で緑と黄色のメモリの空間の変換のテーブルです。で、これハードウェアで提供されているので、その変換のテーブルを作ってやると、ハードウェアを吉田に変換して、ゲストでそのようにアドレスを使うということができて、で、トランスレーションテーブルベースレジスターというものがいくつか提供されていて、さっき言ったこの左の EL10 がゲストで使うものが一番上で、TTPR01 の EL1 と、そのトランスレーションテーブルの設定に関しては TCR レジスターと、トランスレーションコントロールレジスターかな。はい。で、それとは別に、この EL2 で導入される2段階目の変換テーブルが、仮想 VTTR というものが提供されていて、この2つによって実装ができるので、実装する際やコードの際は、それを目印にしてもらえると分かりやすいのかなと。あとちょっと下でグレーになってるんですけど、分かりづらいんですが、VMM 自体も仮想メモリを使うことができるので、その変換テーブルを設定できるレジスタも存在しているので、この辺ちょっとごっちゃにならないように気をつけなきゃいけないなというところです。で、この、ステージ2トランスレーションを使うことによって、メモリ空間の仮想化も割と容易にソフトウェアでは行えます。で、あと、デバイスと割り込みの仮想化を行えると、オペレーティングシステムは再、それっぽく動くようなものができたりするので、します。で、デバイスの仮想化どうやるかっていうと、さっきの図に若干載ってたんですけど、実際物理メモリ上に MMI 領域として周辺機器がマップされている場合だと、このステージ2のステージ2トランスレーションの設定を適切に行うことによって、そこにマップしたり、マップしたいことによってページフォルトを起こさせて、それを VMM でエミュレーションしたりということができるので、半分ぐらいクリアしたようなもので、あと問題は何かっていうと、割り込みコントローラーの方の仮想化をしないといけなくて、ここは ARMv8 のドキュメントから外れるんですけど、実質 ARM では連携して使えみたいなことになっていて、いくつかのボードはそうしているので、今回はこの ARM のジェネリックインタラプトコントローラーについてとその仮想化。で、さらに言うと、この GIC の V2 から入ったその仮想化支援の機能についてちょっと簡単に説明したいなと思っています。
で、この GIC が何がするかっていうと、他のアーキテクチャでも同じだと思うんですけど、ペリフェラルから来た割り込みをマスクだったりして、その任意設定された CPU に渡してやる。で、あと CPU から EOI だったりのやり取りをするというのが GIC の機能です。で、それどうやって実現してるかっていうと、内部では2つのブロックに大きく分かれているということで、外部から割り込みを受け取って、それをどう振り分けるかを設定するディストリビューターと、で、これは GIC に1個だけ存在していて、もう1個 CPU 内に存在する CPU インターフェースというのがあって、で、これが自分のマルチプロセッサーで自分の GPU がインタラプトを受け取るのとか、今、割り込みの状態、ステートはどうなってますかというところのやり取りをするインターフェースです。で、この2つが CPU にとっては見えているので、この2つの見た目、この2つと、あと割り込みの振る舞いが仮想化できれば、仮想化、で割り込みの仮想化できるということになる。ということで、GICV2 はその機能を提供しています。で、提供してるって言ったんですけど、片方のディストリビューターに関しては提供はしていなくて、自分でエミュレーションしようということになっていて、これちょっと考えると難しいところではあるんですけど、外から入ってくる割り込みをどう分けるかみたいな話は、ハードウェアでうまくいかないか、もしくはあまり効率が良くないみたいな話だと思うんですけど、それでもう一個の CPU インターフェースに関しては、この V2 から提供されていて、で、バーチャル CPU インターフェースっていうものが GIC V2 のメモリ、メモリ空間に現れるようになります。で、このインターフェース、はい、このインターフェースを、ゲスト OS に見せてあげることによって、ゲスト側は CPU インターフェースが見えているというところで、そこでコンフィギュレーションだったり、割り込みの設定だったりがうまくできるようになっています。で、これでとりあえず3つ終わって、で、まぁ、ちょっと説明をまとめると、まぁ、EL2 だと、システムレジスタ導入されて、容易にメールのトラップだったりがハードウェア支援でできますと。あと、メモリ間の仮想化も、ステートトランスレーションテーブル用意するだけで、変換ができるものが提供されています。で、あとは ARMv8 の領域を離れてしまうんですけど、割り込みコントローラーの仮想化についても標準のものだと提供されていて、それを使うことができますよというところです。で、ちょっと説明だとか味気ないので、実装したものをデモしようと思っています。で、もう動画流すだけなんですけど、何もしない、少なくとも Linux は起動して、最低限そのディストリビューションのエミュレーションはしたりとか、自分のメモリーをゲストに見せないみたいなことをやった VM をプロフィールスクラッチで作って、それを動かそうと思います。あ、時間です。あ、はい。これもいいですか、ちょっと。止めた方がいいですかね。あ、数分なら問題ないです。あ、いいですか、はい。じゃあ、ちょっと最後30秒ぐらいの動画なんですけど。今回作ってるのが仮想化、QM のエミュレーター上で、一番いいのがバーチャライゼーションオンっていうのが CPU が EL2 の状態から起動しますよとか話すとメモリが与えて、で、このイメージに関しては Linux のビルド、事前ビルドしておいて、もう固定位置にロードしておきます。で、それとは別にゲスト用のデバイスツリーも置いておいて、で、最後のカーネル F.L っていうのが今回自作した VM で動かしていきます。で、これがゲストに見せるデバイスツリーのソースの方で、いくつかデバイス削減したりということは最終的にちょっとここでやっています。で、さっきの実行すると、Linux が起動する直前に、あ、どうだろう。このリードライトの一番上のところがあると思うんですけど、これが、VM でトラップしてエミュレーションした、で、タッシーが80400なので、そのディストリビューターのエミュレーションに関してがここら辺でやってるところで、で、Linux が UART のシリアルを使うようになると、VM で使うと、使っちゃうんで、そこは避けるようにちょっと作っていて、あと Linux が起動したら、Linux のブートローグが流れてくれて、で、UART のデバイスが見えたりとか、で、ここで可変パニック起こすんですけど、ちょっとイントラムエフェスを用意していないので、まあ、起きるの順当で、ですが、一応 EL1 のカーネルの中で処理が進んで、割と後半の方まで行っているよというところが、まあ、見えるのかなと思います。はい。以上で、遅れて申し訳ないんですけど、以上で発表を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。いや、ありがとうございます。仮想化の話ってことで、V6 が G クラスターなんで、まあ、なんかこういう話聞くと、やっぱ世代違うんだななんて、まあ、なんかでもレジスタで操作できるの面白いですね。ありがとうございます。Yeah.
はい、それでは、次は、ヤモリ8133、お願いします。はい。よいしょ。はい。画面出てますかね。はい。はい、今出ました。よろしくお願いします。はい、インターネットのいろいろということで、話させてもらいます。森と申します。ネットではヤモリ813でやってます。で、イーサネットっていうのはですね、昔は10ベース5とか2とか t とかありまして、100とか1000とかありますね、最近だと。まあ、最近だともっと早いのがあります。で、私が始めた頃はこの黄色いケーブルがですねあって、この黄色いケーブルからタップを出してコンピューターにつなぐ。まあ最近のものはこういうものじゃなくて、まあ基本的にはモジュラーですね、モジュラーのものが基本かと思います。で、100ベース T の構成なんですけれども、基本 CPU から Mac って言われる、まあ、処理する部分があって、物理層を処理するファイがあって、トランスがあって、電気的に分離されていてモジュラーがあるというような構成になってます。で、 Mac なんですけど、 Mac はその相手と通信するために自分の Mac アドレスを持たなきゃいけないと。で、 Mac アドレスは6バイトですね、で指定されてます。で、先頭の下位2ビットが属性、マルチキャストとかの属性を持ってます。で、前半3バイトがですね、ベンダーを示していて、残りがユニーク。で、前半のその3バイトは IEEE が管理していて、お金払うとその3バイトが買えます。はい。で、F がつながってるやつはブロードキャストですね。で、PCI ボードのイーサネットカードとかはですね、その Mac 自体のチップにはですね、Mac アドレス入ら、それぞれ焼くことはできないので、外付けの EPROM とかにその Mac アドレスが入ってます。で、イーサネットの構造なんですけども、イーサネットのパケットの構造ですけども、イーサネットヘッダーがあって、IP ヘッダーがあって、TCP ヘッダーがあって、データがあると、ペイロードがあるというような感じです。で、イーサネットヘッダーに自分の Mac アドレスと相手の Mac アドレスが入る。で、実際その後のデータどういう構造かっていうのも、IP が入ってますっていうのも、イーサネットヘッダーに入ってます。で、フリー BSD を僕は一番、まあ、よく使っているんですけど、フリー BSD のイーサネットドライバーっていうのはこういう構造になってます。まあ、フリー BSD のカーネル、ドライバーですね、のインターフェースと IFNet というインターフェースを持ってます。で、IFNet の方で実際のそのパケットのデータのやり取りをしてます。その、カーネルから、送信するパケットに関してはカーネルからデータが落ちてくると。IFNet が落ちてくると。それを、まあ、パケットにしてイーサネットに流してやる。で、受信はそのハードウェアから上がってきたデータを IFNet に上げるという簡単なお仕事をしております。で、DMA の仕組みなんですけども、基本その1バイト1バイトを CPU が送ってるわけではなくて、Mac がですね、この領域のメモリーを外に出すというとか、この領域に入ってきたデータを書くみたいなことをやってくれます。それが、DMA でやってくれます。で、これですね、昔 DEC っていう会社があって、その会社が作ったチューリップっていうイーサネットチップが、デファクトスタンダードになって、その Mac のチップがですね、持ってた仕組みがですね、この32ビットフィールドが4つこうつながったですね、4つこうつながった頭が1つで、それが何個かこうつながっていく。で、ステータスとかコントロールとかの属性があって、アドレスがある。で、アドレスがですね、アドレス2が次の構造を示しているケースもありますし、連続して置いてある場合は、その、バッファーを2つ置くというようなことができます。まあ、それぞれ、ちょっと微妙にそのチップごとに違ったりします。はい。で、FreeBSD の場合なんですけれども、FreeBSD はネットワークパケットはですね、MWAF っていうデータ構造を持ってるんですよね。
で、MBUF をですね、例えば送信する場合はですね、このディスクリプターチェーンの中のアドレスに MBUF のアドレスを設定して送り出すと。Mac にもう入ってるから送り出してねって言ってフラグを立てる。あと、まあ、受信する場合はですね、もともとそのディスクリプターチェーンにですね、MBUF のバッファをですね、貼り付けておいて、その貼り付けたで、バッファにメモリ、パケットが入ってきたら、Mac が書いてくれて、ま、データ入ったよっていうのを割り込みで上げてくれます。はい。で、キャッシュなんですけれども、最近のその CPU っていうのは当然キャッシュを使ってその効率を上げてます。で、CPU からキャッシュを通してメモリーに書くというような形になっているんですけれども、例えばその送信する場合ですね、CPU からこのパケット書いてくれってキャッシュに書いてですね、DMA をオンにしてもですね、実メモリーに書かれてないとそれ送信できないんですね。DMA から見えるのは実メモリーなんで。なんで、FreeBSD の場合はですね、DMA マップっていうキャネル API があるんですけれども、それでですね、そのキャッシュを強制的にメモリに吐くっていうようなことをして、例えば送信の場合は、そうですね、送り出してます。で、受信の場合はですね、逆に DMA は実メモリにしか書いてないので、キャッシュをインバリデート、無効化するというようなことをして、CPU が実メモリのデータを拾い出すというようなことをします。で、イーサーネットスイッチなんですけれども、その Wi-Fi のルーターとかでよくそのスイッチ、イーサーネットのスイッチが入ってると思う、入ってるんですけれども、2つのタイプがあるんですよね。インターフェースが2つあって、それがそれぞれスイッチに入って別々にワンポートとランポートでその使い分けてるケースと、SOC 自体は1個しかインターフェースないんだけども、ワンとランが使えると。この場合どうしてるかっていうとですね、VLAN を設定しているんですよね。で、ワン側はこの VLAN、ラン側はこの VLAN という形でインターフェース1つなんだけども、CPU からは2つのインターフェースとして見えるっていうのは VLAN で構築可能です。で、今まで FreeBSD の話をしていたんですけども、私はですね、他にやってることで MRuby をベアメタル の, 上に乗っけてます。で、ハードオフで100円とか300円で買ってきたものにですね、MRuby をポートしてます。で、MIPS ARM の昔 の, CPU にですね、乗っけてるんですけれども、これもまあ、イーサネットドライバー書いてあります。これどうやって書いてるかっていうとですね、まあ、大抵の、あれですね、FreeBSD とかのコードを参考にしてるものもありますし、Linux のコードを参考にしてるものもありますし、あとはですね、ブートローダーのコードが参考になるんですよ。最近のブートローダーっていうのは Uboot の中にもイーサネットのコードが入ってるので、それを参考にすると。いうようなことをして、イーサネットのコードを書いてます。当然、イーサネットのサポートには割り込みが必要です。で、IP レイヤーは LWIP を使ってます。で、そうですね、ARM の場合なんですけれども、ARM にポートしてみたんですけども、まあ、動いた。動いて、その、FIB、パフォーマンスをチェックするために、FIB ですかね、で、確認してみたとこ、極端に遅いと。なんか、で、なんでかなと思ったら、ARM っていうのは、ARMV5 とか ARMV4 の話なんですけども、ARMV4 とかで、ベアメタルでそのまま動かすと、とんでもなく遅いんですよ。で、なんでかっていうと、MMU をオンにしないと、とんでもなく遅い、キャッシュが全然効かない状態になるので、とんでもなく遅いです。で、キャッシュオンにするとさっきの DMA の問題が出てきて、そのイーサネットパケットがその実メモリーに書かねないということがあるんですけど、FreeBSD とアプローチが違って、ベアメタルの場合はですね、この領域はキャッシュしないっていうフラグを設定することで、イーサネットパケットのやり取りをするのが、簡単にできる方法です。はい。以上になります。
で今僕あの坂田山形の坂田にいるんですけども、会津と庄内は仲良しですね。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。いや自分もね山形出身なんで、なんか会う機会とかあれば嬉しいですね。インスタネットの話ありがとうございます。はい、それでは次は、広政武田さんお願いします。はい、一応あれですね、時間ちょっと押してますが、これ終わったら10分ほどは休憩入れようと思ってます。それではよろしくお願いします。はい、見えてますでしょうか。はい、見えてます。おお、これはやばそう、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、PC9801 で 1MB 以上のメモリを使うということで、広政武田です。まあ、何が低レイヤーなのかっていう感じがしますけれど、私が誰かっていうことですけど、武田広政です。今日は岩手から参加してます。いろいろ個人のウェブページにまとまってますので、アカウントとかそちらからどうぞ。で、まあ、簡単な自己紹介ですけど、いろいろしてます。6月ぐらいに、AI とか IoT の会社を立ち上げました。で、あと盛岡では、岩手の盛岡では IoTLT の、地方版の主催をしてます。だからセキュリティ、今回まあテーマの一つに入ってるので、まあ、セキュリティ関係については、今年はセキュリティネクストキャンプの、講師などをさせてもらっています。セキュリティネクストキャンプではですね、私はラズベリーパイのGPU のアセンブリ言語プログラミングでアプリを作ってもらうような講義をやってます。で、前回も参加させていただいたんですけど、この低レイヤーの LT 大会に。前回はラズベリーパイの、GPU を使って CPU を起動せずに L 値化する話を書いたような、あ、書いたじゃない、発表したような気がします。はい。まあ、それはさておき、今回はまあ私が個人的な趣味で PC98 がとかレトロ PC が好きなんですけど、まあ、大学でですね、それがどうしても研究に使いたくて、無理やりプロジェクトを計画書を書いて通してですね、通ったので、去年はその研究をしてました。で、っていうのを発表しようと思ったんですけど、Facebook 朝見て驚いたのは、3年前の今日も私 PC98 の発表してましたね。これは東京の LT 大会で、発表してました。いつまでレトロ PC の話をしてるんだって感じですけど、で、今日はメモリについての話です。今回の話の対象環境は PC9801 の中でも 16bit マシン、 CPU はインテルの8086とか8286とか、そういう環境です。16bit マシンなので、まあ、実装によるんですけど、C 言語とかのは多くは使おうとすると、イントもポインターも2バイトになってます。はい。で、現役で PC98 使ってた方たちはもう当たり前の話だとは思うんですけど、まあ、今日お話しするのは、まず基本的なメモリマップからお話ししたいと思います。PC98 の基本的なメモリマップはこのようになってます。0から 640KB が、アプリに使える基本的なメモリー、それから、そのあと余った部分はシステムの予約域になっていて、合計 1MB の、メモリ領域を CPU からアクセスすることができます。で、ちょっと不思議だと思いませんか。現代のマシンとちょっと考え、現代って言っても今もう 64bit ですからね。 32bit マシンの時はですね、レジスタは 32bit 幅で、メモリアクセスできるのはレジスタで表せるアドレスの限界 4GB まででした。まあ、基本的には。で、16bit マシンの場合で同じように考えてみると、レジスタは 16bit 幅ですので、表現できるアドレスは 64KB じゃないかなと思いますよね。でも実際に扱えるアドレス空間は 1MB なわけです。なぜ 1MB 空間を扱えるのか。ということで、ここで登場するのがセグメント方式ってやつですね。まあ、組み込みとかではね、今でも全然使うと思うんですけど、この当時はセグメント方式っていうのがメインで使われてました。16バイトごとにメモリを区切ります。PC98 のセグメント方式はの話ですけど、16バイトごとメモリを区切って、セグメントベースアドレス、その区切った先頭番地がセグメントベースアドレスとなります。
で、ベースアドレスから、最大 64KB の範囲をセグメントとして、その中の相対的な位置をオフセットアドレスというもので表します。まあ、この2つのアドレスをですね、レジスタ2つ使ってうまいこといい感じにすることで、1MB、扱えたっていうことですね。レジスタ2つ組み合わせれば、まあ、いっぱいメモリの範囲扱えるよねっていう単純な話ですね。それから、じゃあ実際にどうアクセスするのかって話ですけど、セグメント方式のメモリにアクセスするには、まあ、アセンブラで書くならば、まあ、インテル記法ですけど、このように、大括弧 ESBX の、あたりが、そこなんですけど、まあ、こういうふうに書くと ES のアドレス ×16 プラス BX のアドレスでの物理アドレスに AL の内容を書き込むことができます。はい、C 言語で書くと、まあ、実装によりますけど、まあ、ファーポインターというものが出てくるんですけど、今日はちょっとこの話は省きます。で、これで 1MB 空間が使えると。で足りなくないですか？それでもまだまだもっと使いたいですよね。というところで拡張メモリというのが登場します。まずはいろんな、規格があるんですけど、EMS っていうのからいきましょう。EMS はアクセス可能、8086でアクセス可能な 1MB の範囲内にページフレームっていう場所をバンと取ります。で、その中に 16KB 単位で、バンク切り替えを行って、データをやり取りするということですね。バンク切り替え。皆さん分かりますかね。バンク切り替えっていうのは、その予約した領域にメモリブロックっていう単位で、まずは16キロバイトまず転送します。で、そこから、アプリは欲しいブロックが転送されてきたんで読み出すと。で、もっと欲しいときは、ブロックをこう順番にそのページフレームの領域は決まってるんですけど、そこに入れ替え差し替えデータを入れ込んで、まあ、基本メモリに持ってくるっていうようなアクセスの仕方ですね。これがバンク切り替えです。で、さらにもっと拡張して XMS という規格も出てきました。で、MS DOS でいうとバージョン 3.0 から使えるんですけど、5.0 以降から公式にはサポートされました。286でですね、メモリアドレスが24ビットに拡張されたので、まあ、これプロテクトモードの話ですけど、16MB の範囲を見れるようになったので、そこをいろいろ使おうっていう企画ですね。で、メモリにアクセスするわけですけど、プロテクトモードに移行すれば、直接 XMS メモリの領域にアクセスできるんですけど、この当時ですね、まあ、主流だった MS-DOS、ではですね、まあ、一般的にはプロテクトモードに移行するものは少なかったというところで、直接プロテクトモードに移行しないアプリケーションが多い中でアクセスすることができなかったっていうのが多いですね。実際には、まあ、プロテクトモードの方が特殊扱いだったんです。で、じゃあどうするのかって話なんですけど、 XMS ドライバーっていうのがいて、そいつがですね、 EMB 同士とか、コンベンショナルメモリ領域、まあ、基本メモリの領域のことですけど、と EMB をブロック転送できるようなファンクションコール用意してくれてたので、このドライバー使えばリアルモードでも EMB 領域が使えるよっていうような感じでした。まあ、これはもう実装というか、仕組みをベラベラ喋ってるだけですけど、まあ、こういうのをいろいろやったりとか、まあ、ライブラリ書いたり、ファイル IO のライブラリ書いたりとか、あと FPO コプロセッサー活用とか、まあいろいろやって、結局、最初に出した研究の最後としてはですね、PC98 でコンボリューションニューラルネットワークの推論が動いたっていうことですね。これ手書き文字認識ですね。MNIST って呼ばれますけど、データセットは。これ手書きで3とか書いたらね、数分かかるんですよね、計算するのに。お、いけるか。あ、来た。ナンバーイズ3。これ1分22秒で計算してますね。はい、残り3分です。あ、じゃあ残り1分です。ありがとうございます。はい。っていうような、お遊びをしてます。
っていうようなお遊びを全部本にまとめて最近出しましたので気になる方はよければ買って読んでください。で、買って読まなくてもですね、今話した内容は私のブログとかにまとめてますし、XMS のライブラリとか、FileIO の自分で書いたライブラリとか、FPU の操作ライブラリとかは、私の GitHub のリポジトリ、私のかな？違うわ。この本の出版のグループのリポジトリとして公開しているので、まあ、検索するなり私のホームページからたどって見てみてくださいという話で、今日の話は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、めっちゃやばいっすね。なんですかこれ。どこにこう研究って新規性とか出したんですかこれ。対外的にはムーアの法則の再検証っていう名目でやりました。なるほど。やば。いや、ありがとうございます。